はい、どうもこんにちは、アルデスです。皆さんお久しぶりです。長い間動画撮影できなくて大変申し訳ありませんでした。なかなかね、新しい動画を撮るということが難しいので、非常に仕事もありますし、まだね、いろいろ世間的にも、あまり当然することができないのでね、難しい状況ではありますが、今回は、以前、動画で取り上げた VW21 編成の、動画のような感じでね、違う車両についてちょっと触れていきたいなと思います。近鉄はね、なかなかJR と同じぐらい、まあ、てか路線規模が広いので、同じぐらい、要はいろいろなネタ要素が含まれているんですが、まあ、いかんせん JR よりもね、知名度が、低いというか、まあ、親しみのある人が少ないって言うんですかね、ので、まあ、同じぐらいその深い内容を持っているにもかかわらず、なかなか触れることが、難しいというかね、複雑で難しい会社で、なかなかこの取り上げられることが少ないんですけども、今回は近鉄の1200系電車についてちょっとご説明していこうと思います。まあ、前と一緒でね、VW21 と一緒で大変ざっくり説明しているので、もし詳しい方持っていたらね、どんどんコメントしてください。もしかしたら自分のね、大変分かりにくい説明しているかもしれませんし、間違ったことも言っている可能性もありますので、どんどん指摘してくれたらいいと思います。はい、ということで始めていきましょうか。まず近鉄の1200系電車ですね。まず説明していくと、1982年に登場した車両で2両編成の開示直破車です。1200系、1201F と 1210F、が作られております。そして最終増備車として1984年にも、同じく1200系が、製造されております。最終増備車はちょっとまだ特殊な状況なので、後で説明いたします。はい、ということで、1400系のね、2両編成の車両として製造されたのが1200系ということになります。当時2両編成で名古屋線系統のローカル運用に対応されていた2250系の代替を兼ねて、1983年までにまず10編成20両が登場いたしました。で、現在はその最初の10編成 1201F から 1210F は、改造されておりまして、ワンマン化改造とか 車両の更新もされておりまして、現在は1201系というふうに名乗っております。なので1200系という車両は現在は近鉄では1211と12の車両しかいません。つまり最終増備された2編成しか残ってないということです。ですので2両編成として登場しておりまして、1200系はで、現在は1201系に、変えられて、1から10番目の車両がね、変えられて、現在の運用は名古屋線中心で、快速急行、急行の増結、2両編成のね、増結用の車両として使われていたり、まあ、普通電車、19にも入ったりすることが、多いです。まあ、急行のね、増結運用がなんか増えてるそうですね。まあ、ワンマン対応もされてるんで、ワンマン対応後の数年間はね、結構山田線とか島線とかにも入っていたようですが、現在はなんか2008年以降ですかね、準急急行の運用が非常に増えているというそうです。まあ、名古屋線でしか見ることができない車両ですね。はい、まあ、12編成のうち1から10までは改造されて1201系になって、1200系を見ることが、でも11、12あるじゃんっていうね、1200系見ることができますやんっていう人、まあ、もちろん確かに見れるのは見れます。2両編成のものは存在しないんですけども、はい、2両編成のものは存在いたしません。さっきほど説明した1400系の2両編成バージョンとして登場したのが1200系と説明しましたが、現在はもう2両編成の1200系は存在しておりません。いや、正確には存在してるんですけども、ちょっと特殊な事情です。おそらく今1200系の映像を見てもらっていると思いますが、ちょっとおかしくねっていう、4両編成じゃないかと、いうツッコミが多分ね、あると思うんですが、はい、4両編成です。はい、4両編成です。ですが、皆さん、ちょっとよく見てください。電車の、編成番号を見てもらえたら、一番わかりやすいと思うんですが、1211F の場合は1211、1381、2451、2592と、なんと2000番台の車両が混じっていますよね。これはおかしいですよね。
実はこの車両、1200系のうち 1211F、1212F、1984年に製造された最終増備編成は、当初から従来の、旧型車である、車両と、組成することを意図として作られた陳車ですね。そのため、初めから先頭車と中間車、2両編成で1200系というのに、片方は先頭車で、片方は中間車で作ったんですよね。で、なぜ1200系を未だに名乗っているかというと、ワンマン改造されてないから、1200系として残っているということです。4両編成で残っております。で、改めて説明しておくと、この1200系は、この見た目、角型でも、初期型に属しておりまして、開示直下制御車となります。そのことは覚えておいてください。VVBF とね、間違えられる方もいるかと思いますが、この見た目なのでね、あくまで開示直下制御車です。で、残り2つつないでいるこの2000番で名乗っている車両、何なのかと言いますと、2410系と2430系ということになります。2410系は1968年に大阪線で登場しました。1968年ですよ。さっき1984年に増備された1200系って言いましたよね。で、これは低高制御車である2400系の改良型で、換気装置をつけたりとか、じゃあファンデリア、ラインデリアに変更したのが特徴で、このことで天井屋根が随分すっきりした車両です。この、丸顔の車両ね。で、1969年には平坦区間増結用の TC である2590型が製造され、 1211F に組み込まれているのはこの2590型ということになります。で、もう一つ2430系です。これは2410系の3連バージョンという位置づけです。ですから2410系同様、ラインデリアを増備し、足回りも全く同じです。1971年に河内国分伊東まで運行される準急に使用するために中間電動車となる2450型を追加しました。MTC の構成となり、 M 車の比重が高め、パワーアップを図っています。 1211F に組み込まれているのはこの中間電動車ということです。で、一番のポイントとなるのは車体ですよね。やっぱり丸型の車両なんですよ。1200系は、さっきの車両は、角屋根で真四角の車両で全然形が違いますが、使用される用途が違うため、もちろん別系列で登場していますし、2410系と2430系は同じ車体で同世代の車両ということになります。ですが、その2200系と全然世代が違いますけどね。はい。で、もちろん、2410系と1200系と、形式は一緒にできませんよね。くっつけたとしても、もう車体がもう全然違いますし、世代も全然違いますから。制御方式も1200系が開示直下制御であるのに対して、2410系と2430系は、低高制御車です。ということで、いまだに、形式がバラバラの状態でつながっているんですが、1200系は2両編成で登場したのにもかかわらず、現在残っている車両は、4両編成の車両が、今元のある1200系を名乗っていて、2両編成という原型をとどめているにもかかわらず、ワンマン改造されてしまったがために、1201系と改ざんされてしまったのが1201系ということになります。結構面白いですよね、これ。 型式が変わってない車両の方が全然違う見た目してるっていうのがね、なかなか面白いと思って今回取り上げさせていただきました。またね、これらの車両は名古屋線でしか見ることができませんので、関西に住んでる近鉄をよく利用する方でもね、関西に住んでる方には全然馴染みがないので、すごいこの不思議な車両をね、僕も見た時は、なんじゃこらと。しかも僕も最近まで知らなかったんですよね、これ。見るまでは、試運転をたまたま見るまでは、知らなかったので、本当に近鉄ってまだまだ知らないことがたくさんあるんだなというふうに実感いたしました。ということで、長々と喋ってしまいましたが、どうですかね、1200系と1201系面白くないですか？ JR とかだったらね、本当にさ、同じような車両は多分あると思うんですけど、なかなかね、こういった車両を見ることって、普段ないと思うので、いやー、改造されてもなお2両編成を保ち続けた車両が違う形式になって、もともと2両用って作られた1200系というにもかかわらず、最終増備車はもともと4両にするために
に意図的に作られて1200系の原型を名乗ってるっていうのは非常に面白いと思いました。はい、ということで以上で、今回の動画を終わりたいと思います。チャンネル登録とね、高評価ぜひよろしくお願いいたします。でね、前回の VW21 同様だいぶざっくり話してるし、順番ももしかしたら悪いかもしれないので、よかったらねコメントの方もよろしくお願いいたします。またね、どんどんこういう近鉄の、解説動画みたいな、車両の解説動画みたいなのがね増えていければ、いいなと思っております。自分で作るのもね、いいんですけども、やっぱり自分はちょっと知識が中途半端な部分もありますし、もっと詳しく説明できる方でね、解説、分かりやすい解説できる方が動画出したらいいんじゃないかなと思っております。その時はぜひね、自分も見てみたいなと思っておりますので、ぜひね、この動画見てる人で、いや、こんな説明で納得いかんぞっていう人は、ぜひともね、動画を作ってみてはいかがでしょうか。ということで、以上、RDS でした。10分近くの動画、大変、長い間お付き合いいただきありがとうございました。